ありがとう。今日はチキンソテーを作るつもりで材料を買ったんだけど、自炊するときってついいろいろ多めに準備しちゃうんだよね。食べきるのが大変で。あなたって結構食べれる方？作る前にそれ言います？そりゃ美味しいに越したことないけど、ハードルめちゃくちゃ上がるじゃん。とりあえず先に謝っといてもいい？まあとにかく栄養はつくと思うから、そこは安心して。私たち体が資本なとこあるじゃん。だから食生活も見直そうかなって。あとはついでに痩せられたら一石二鳥だけど、それはとりあえず置いとく。じゃあサラダ作りから始めようかな。トマトを切ってくれる？安いしダイエットにもいいって聞いたから胸肉を使ってみたんだけど、ちょっと、いや、だいぶパサパサしてたね。しかもすっごい硬かったし。はぁ、ちょっとショック。いつもこんな失敗しないのに。本当だからね。その顔信じてないでしょう。次は絶対リベンジするから、また時間あるとき付き合ってよ。次は美味しいって言わせるから。よし、これだけあれば大丈夫でしょう。この前テレビで鶏胸肉を柔らかくする方法をやってたんだ。筋をちゃんと切って、特製の液に漬け込んで、焼くときはじっくり低温で。ってことで今日こそリベンジ。期待して待ってて。ちょ、なんか心こもってなくない？本気で研究したんだから。私の本当の実力見せてあげる。前回のあれは忘れていいからね。じゃあまずは手を洗って。あなたはご飯とサラダよろしく。柔らかいしジューシーだし、この前のと全然違う。ほら、これが実力。私だってね、やればできるんだから。っていうか、あなたも分かりやすい反応するね。口に入れた時の顔とか、箸の進み具合とか、こないだと露骨に違って笑っちゃった。あー、でもあなた美味しいって口に出して言ってないか。うん、よし、とにかく食べちゃおう。後片付けもあるし。冷蔵庫のキャベツを使ってクリーム煮を作るんだけど、キャベツって芯まで栄養あるんだって。だから丸ごと使います。もちろん下調べはバッチリだから、今日こそ覚悟してよ。前回のチキンソテーで自炊の勘は取り戻せたからね。うん、今回も任せて。って喋ってないで早く作んなきゃ。それじゃあ私はメインのキャベツやるから、あなたはご飯とかお願いね。ふぅ、もうお腹いっぱい。あっという間に食べちゃったね。でさ、今日の料理どうだった？あ、言った！美味しいって言ったよね！もうようやくだよ。今日こそ絶対って思ってたから。ほら、最初に料理した時言ったじゃん、次は美味しいって言わせるって。私負けず嫌いだから。でもさ、誰かが美味しそうに食べてる顔ってなんか幸せな気持ちになるね。勝ち負けとかじゃなくて、また見たいなって思ったりして。あ、意外と尽くすタイプとか思った？残念だけど、ただじゃないからね。お互い協力して、私もあなたに美味しい思いさせてもらうから。さてと、今日はありがとね。また時間あったら一緒にやろう。じゃ、ちゃっちゃと片付けよっか。
予告の煽り方からして海外ドラマって感じ。これヒロインがかっこいいって評判なんだよね。それで前から気になってたんだけど、ホラーっぽいって噂もあって。で、全然、むしろ楽しみなくらいだけど。でもほら、誰かと一緒の方がもっと味わえるっていうか、そういうこと。ちょ、もう始まってる。うわ、のっけからいかにもって感じ。すっごい先が気になる終わり方。ホラーっていうかゾンビものだったけど、ヒロインはごく普通の人なのに逆境でもまっすぐで、私好きだな。あなたのおかげで話に集中できたかも。続き借りたらまた誘うね。はあ、眠くなってきた。それじゃあ、おやすみ。このドラマ、毎回必ず予想外の展開入れてくるよね。ヒロインの親友が裏切ったとこ、まさかすぎてえーって声出たし、一番信頼してた相手に裏切られるって、自分がやられたらきついよね。あなたはさ、もしそうなったらどう思う？そうだよね。裏切りってほどじゃなくても急に態度変えられるとショックだよね。私も昔仲良かった子からいきなり避けられたりとかあってさ。ってもう始まるね。展開早いからちゃんと追っかけなきゃ。うっそ、そこで終わんの？もう毎度のことなんだけどさ、じらすのうますぎでしょ。ちゃんと見届けないと気が済まないから、また一緒に見よう。結構遅くなっちゃったね。そろそろ部屋戻ろっか。とうとう最終回だね。どういう結末になるんだろう。私ね、このドラマ気になってたのに手出せなかったんだよね。苦手なシーンありそうでさ。でも見て正解だった。やっぱ思い切りって大事だね。あなたは自分が得意じゃなさそうなジャンルでも見てみたりする？へえ、私も見習おうかな。そうやっていろいろ見てくと思いがけない作品と出会えたりしそうだし。一緒に見てくれたおかげでこのドラマのヒロインすごく好きになれた。困ってる人を見過ごせなくて、相手が誰でも手を差し伸べるとことか、いつも前向きに進んでいくとことか、見てて眩しかったな。てかこのヒロインちょっとあなたっぽい？そんなことないか。この前さ、仲良かった子から急に避けられたって話したでしょ。あれって私が何かしたからその子に嫌われたとかじゃなくて、ずっと仲良くしてたのにある日突然その子に言われたんだよね。お母さんにゆかりちゃんとはもう遊んじゃダメって言われたって。私の親いろいろ噂されてたから、今ならそういうのなんとなくわかるけど、あの頃はただ悲しかった。何が言いたいかというと、私もこのドラマのヒロインみたいになれたらいいなって思ったんだ。どんな時も誰かのために手を差し伸べられる、そんな優しくて強い人。ドラマのヒロインに憧れるなんて単純だけど、お手本にするのもいいかなって。あ、最終回始まっちゃう。最高のラストだったね。続編作ってくれないかな。また気になる DVD があったら持ってくるね。そろそろ部屋戻ろっか。じゃ、おやすみ。
だ。ありがとう。茶受けの方も好きにつまんでくれ。今日誘ったのは日頃のねぎらいと、君に尋ねたいことがあったからだ。君には入部早々リーダーという大役を担ってもらっているが、何か困りごとなどないか？あるなら遠慮なく教えてほしい。苦労をかけてすまない。私もできる限りの協力はする。しかしリーダーを引き受けてくれたこと本当に感謝しているよ。そして君は見事に務めを果たしている。明彦の目に狂いはなかったな。カップが空いたな。おかわりはどうだ？お、こんな時間か。ずいぶんと遅くなってしまったな。ではそろそろ休もう。ああ、片付けは任せてくれ。今日は話せてよかった。また檻を見て誘わせてもらう。それじゃあおやすみ。誰かにこうしてお茶を振る舞うというのもいいものだな。おっと、すまない。君をもてなすつもりが結局私自身が楽しんでしまっているな。君はくつろげているか？これは失礼した。すぐに用意しよう。君は変にかしこまらないでいてくれるから助かるよ。どうも私は近寄りがたい人間だと思われることが多いようでな。ん？菓子がもう残り少ないな。そろそろ家のものに頼んで。いや、次は、ああ、なんでもない。おかわりも入れてこよう。さて、もういい時間だ。そろそろ片付けるとしよう。時間が許すなら、また誘わせてほしい。では、部屋に戻ろう。今日は紅茶に合うお菓子を作ろうと思う。といっても私は料理があまり得意ではなくてな。だから作るのはカルメ焼きだ。理科の実験でやらなかったか？そうか、それなら話が早い。では一緒にやろう。カルメ焼きは火加減が命だ。130度になる直前で加熱を中断し、手を動かさなくてはな。ではまずお玉にざらめよう。うん、懐かしい味だ。材料や手間はほんのわずかで、味も至って普通だが、私はこれが気に入っているんだ。何より自分の手で作れるのがいい。初めて見た時魔法のようだと感動したものだ。自分でもやってみたいと挑戦したが、何度も黒焦げにしてしまってな。文字通り苦い思い出だ。悔しくて何度も練習したよ。今日はその成果が出せた。気に入ってもらえたかな？そう言ってもらえると、披露した甲斐があったというものだ。私の家では堅苦しい食事や茶会を催す機会も多かった。だが豪奢な品を誰かに用意させるばかりがもてなしではない気がしてな。こうして目の前で作れば話もできる。私という人間を理解してもらってこそ思いも伝わるというものだろ。私に足りなかったのはこういう部分なのかもしれないな。近寄りがたいと思われることを嘆く前に、こちらが歩み寄る機会を。何気ない一杯の誘いからいろいろ気づくことがあるものだ。今日はありがとう。またこうして話でもさせてくれ。そうだ、一つ頼みがある。ザラメも重曹もまだ残っているから、もう少し作っておくのを手伝ってくれないか？カルメ焼きは日持ちする菓子だ。この機会に皆にも配ろうかと思ってな。
あまり深く考えず目についた本を持ってきてしまったが、すまない。君の好みを先に聞いておくべきだったな。今更だが、君は普段どんな本を読むんだ？漫画は正直あまり馴染みはないが、興味はある。絵と文字を組み合わせる方法は表現として実に理にかなっているな。見識を広げるためにも伊織にでも頼んで借りてみるか。ちなみに私が持ってきたのは伝記や歴史書の類だ。内容は保証するよ。そこまで難解なものではない。あとは君の好みに合うといいんだが。ほう、もうそこまで進んだか。なかなかの集中力だ。こうして誰かと読みふけるのはいいものだな。ありがとう。いい息抜きになったよ。ではそろそろ部屋に戻ろうか。おやすみ。過去の偉人の話を読むと勇気づけられる気がしないか。大国をまとめ上げた人物でさえ身近な人間関係に頭を抱えている。まあ誰しも通る道だと思えば受け入れる覚悟もできる。偉人を引き合いに出すのはさすがにおこがましいか。つい話し込んでしまったな。お互い続きを読もうか。もういい時間だ。今日はこの辺にしておこう。静かにページをめくる音が心地よかったよ。また今度感想を聞かせてくれ。それじゃあおやすみ。それは新王朝時代の太后にまつわる伝記だ。むごい逸話が残されている人物で、暴君と評されることもある。まあ逸話には創作も多いんだが。おっと、すまない、前置きが長くなったな。まずは読んでみてほしい。私はこれを読んで少し考えてしまった。率いる者としてどうあるべきか。優しさだけでは侮られる。時には冷酷でなくてはいけない。しかし皆に恐れられた太后の晩年はさぞ孤独だったろうとも思う。君はどう思う？人々をすべ、彼らの生活をも預かる者が人並みの幸せを得ることはやはり難しいのだろうか。なるほど、重責に見合う幸せか。どんなものか想像もつかないが、あると信じたいものだな。君のおかげで久しぶりに腰を据えて読書ができている。やはり同じ本を読む仲間がいるのはいいことだ。こうして語り合うことで視野も広がるからな。後世に伝記が残るような人物は若くして大気の片鱗を見せることが多い。時折君はそういう器なのではと考えたりもするよ。そうか、人を見る目はある方だと思っているが、それくらい君を評価しているということだ。期待しているぞ。あ、もうこんな時間か。そろそろ休んだ方が良さそうだな。また本を持ってここへ来よう。それじゃあおやすみ。よし、リーダーはこういう SF 小説ってよく読んだりする？ちょっと怖いな、その答え。
SF 好きの人ってコアな人が多いから、そんな風に言う人に限ってたくさん読んでたりするんだよね。あ、ごめんなさい、読んでる最中に話しかけちゃって。せっかくの機会だし、読み終わったら感想を聞かせて。あ、もうこんな時間。リーダーは、え、すごい、もうそんなに読んじゃったの？あれ、私もこんなに？いつもより集中してたのかな。あのね、よかったらなんだけど、またここで一緒に読まない？本を読むときって一人が当たり前だと思ってた。でもこうやって誰かと一緒だと、もっと深く本の世界に浸れる気がして。私、時間があるときはここにいるから、声かけてくれたら嬉しいな。じゃあ今日はこれで、おやすみなさい。この前、同じクラスの子に今読んでる小説を勧めてみたの。あんまり話したことない子だったんだけど、たまたま別の映画の話で盛り上がったからちょっと困った顔で断られちゃったんだけどね。関数も多いし読むのが大変そうだからって。うん、きっと私だって同じだもん。長く続いた作品を気軽に手に取ってもらうの難しいよね。何かを人に勧めるのってすごく大変なことなんだね。だからありがとう、その本に興味を持ってくれて。よし、それじゃあ私もあとちょっとだけ読んじゃおうかな。全部読み終わっちゃった。時間が経つのって早いね。また今度感想を聞かせて。それじゃあおやすみなさい。1週間読み終わったの？すごく集中して読んでたね。その感じわかるな。最後は私も息継ぎするの忘れるくらい夢中でページをめくってたから。本当に素敵なシリーズだったな。難しい設定も気づいたら頭に入ってて、あれ不思議じゃなかった？実はそれ私もよくやる。最初から全部わからなくても後から理解が追いついてくることあるよね。私もこの本の作者みたいにうまく伝えられたらよかったな。前に話したでしょ、クラスの子に勧めて断られたって。伝える内容も大事だけど、それをどう届けるかなんだろうね。あの時、この本の面白さを伝える前に何巻あるとか、有名な人が書いたとか、いきなりそれだけ聞いても読んでみようってならないよね。うん、言いやすいところが先に来ちゃって、発行部数とか作者の経歴とかもそう。でも作品の良さを伝えるには、まず読んで感じたことを話さなきゃね。やっぱり自分の好きなものに興味を持ってもらえるのって嬉しい。こうやって感想を言い合えるのも
すごく新鮮で、だから私、伝え方を勉強したい。そうすれば今みたいな素敵な時間がもっと手に入る気がして。あ、もうこんな時間、そろそろお開きにしないと。あのね、また他の本も紹介していいかな。ありがとう。また気に入ってもらえるといいな。それじゃあ、おやすみなさい。うん。お世話ってこんな感じかな。あ、もっとちゃんと土の pH とか測ったり、日照時間の計算とかした方がいい？あ、ごめんなさい。家庭菜園だし、もっと気楽にやりたいよね。でも、ネットでいろいろ調べてたら、たまらなくなって。お花とか好きなんだけど、ほとんど切り花しか触ったことがなくて、ちゃんと土で育てるの、いつかやってみたいと思ってたの。ごめんね、一人ではしゃいじゃって。もう少しだけ作業しよっか。私、お水汲んでくるね。うん、これで良さそう。またお手入れするとき誘ってもらってもいいかな。いろいろ調べておくから、少しは力になれるかも。あれ？ここ、葉っぱに白い斑点が。私、図書館で読んだ本で見たかもしれない。お野菜とか草花によくある病気かも。どうしよう。もし全部枯れちゃったら。あ、そうだね。ちゃんと対処してあげれば、見た感じまだそんなにひどくない。本に書いてあったのは、症状がある白いところを取ってあげたり、あとは、そうだ、お酢を薄めて患部にかけるんだって。私、下から取ってくる。できることはこれで全部かな。落ちた葉っぱも取ったし、風通しが良くなるようにしてあげたし、これで大丈夫だと思う。あとはこの子たちが頑張ってくれれば。今日はありがとう。一緒にいてくれたおかげで、ちゃんと見てあげられたから。まだちょっと心配だけど、また一緒にお手伝いさせてね。うん、問題なさそう。念のため肥料の量を調整して、あとは日当たりに気をつければいいかな。元気に育ってくれてるね。よかった。ううん、私はちょっとお手伝いしてるだけだし、お世話も大事なんだろうけど、元気に育つのはこの子たちが強いからだよ。私ね、病気を手当てしてあげた後、心配で何度かここに見に来たんだけど、取ってあげた葉っぱのところ、すぐに新しい芽が出てきてた。しばらくしたら他のところもみるみる青々としてきて、大げさかもしれないけど、命ってすごいと思っちゃった。たとえ弱いところや傷んだところがあったとしても、そこを少しだけ支えてあげれば、持ってる力を見せてくれるんだね。うん、すごく励まされた。きっと私たちだって同じだよね。うまく言えないけど、私もそういう風にできたらいいな。
感謝の気持ちを込めてもう一通りお手入れしていこうかな。ありがとうっていっぱい言ったらもっと元気に育ってくれるかも。よし、もう一回り終わったね。それじゃあ下に戻ろっか。はい、とても不可解なのですが、植物たちが作業する前より生き生きしているように見えます。もしかしてお世話してもらえて嬉しいと思っているのでしょうか。なるほど、データにはありませんがちゃんと理解されているのですね。植物さん、今度は私もお手入れします。作業時は出力を抑えるのでご安心を。ですがもし痛かったら左の手、いえ左の葉を上げてくださいね。植物の知識はありましたが、こうして観察するのは初めてです。この土の上で小さな種や苗が瞬く間に変化していくのですね。彼らも生きているということでしょうか。とても興味深いです。彼らの成長する様子、この目でしっかり記録したいと思います。これから全力でお世話するであります。想定よりも時間がかかってしまいました。次は滞りなく作業ができるようシミュレーションが必要ですね。もう遅いですし、そろそろ戻りましょう。予測されたデータと比べ害虫の被害が少ないようです。特別な対策はしていないはずですが、一体なぜでしょう。おや、この方はテントウムシの幼虫であります。小さくて可愛らしいです。そうですね、お食事の邪魔をしては大変です。テントウムシは植物を食い荒らす害虫の天敵。害虫がいないのはきっとこの方のおかげでしょう。テントウムシさん、ありがとうございます。この小さなプランターの上だけでもいろいろな生き物が、誰に教えられるでもなくみんな一生懸命、すみません、手が止まっていました。お世話を続けましょう。申し訳ありませんが、そちらの方は駆除してください。情けは無用であります。ステータス、オールグリーン、問題なしであります。今日の任務は終了ですね。そろそろ戻りましょう。とてもよく育っていますね。あっぱれ仰天であります。テントウムシさんも立派な成虫になられました。任務の達成間違いなしであります。お見事です。私も精一杯やりました。お役に立てたなら幸いです。テントウムシさんも頑張ってくれました。敬礼であります。私ここで一緒にお世話をして分かったことがあるんです。このプランターのそばでいろいろなものと出会いました。その誰もが今ここにいることを一生懸命に頑張っています。ここで育った植物も、それを食べる虫も、テントウムシさんも、そしてあなたも。私は機械ですが、一生懸命に頑張ってみたい。皆さんと同じようにここにいることを全力でやる、それがこれからの目標であります。さすがはリーダー、競う想定はありませんでしたが、それを聞いてさらにやる気がフルチャージであります。もちろんこの先のお世話も出力全開、常にフルスロットルで頑張ります。それでは早速作業を再開しましょう。今日の任務も無事完了であります。では戻りましょう。感謝であります。
ここです、このケツを割るなよと主人公が言われるシーン。普通は最初から割れているはずです。あなたもですよね。よかった、安心しました。だとするとここで使われているケツは別のことを意味するのですね。今のところわからないのはここだけであります。ですが読んでいくうちにまた疑問が生じると思われます。すみませんが最後まで一緒に読んでもらえますか。ありがとうございます。おかげで新たな情報をインプットできました。この本には続編があるようですね。可能であればまた一緒に読みたいです。ずいぶん遅くなってしまいました。お互い自分の部屋、いえ島に戻りましょう。そういえば教室でこの本を読んでいたら意外と武闘派なんだねとクラスの方に驚かれてしまいました。私は皆さんの目にどう映っているのでしょうか。いえ、気を配る必要があります。意外だと言われてしまうということはきっと対シャドウ兵器でありながら相応の印象を抱かれていない。これは要改善事項であります。放置しておくと任務遂行の妨げになりかねません。読み終えたら早急に解決策を考えるであります。戦闘においては敵味方とも精神面が大きく作用します。敵を威圧し味方を鼓舞する。私はそんな存在でありたい。どうすればそういった印象を皆さんに持ってもらえるのでしょうか。もっと言えば頼りたいと思われるような、この本から何かヒントを見つけられれば。とりあえず今日はここまでにします。部屋に戻りましょうか。私、外見をバージョンアップするであります。まず装甲の全長と幅を現在の3倍にします。そしてボディ塗装を金色に変更し、背面には巨大な竜を。この小説を読んで決心しました。私が強いと思ってもらうには、皆さんに頼ってもらうには何をすべきなのか。外見が持つ影響力というのは計り知れないのであります。この主人公も舐められないようにと身なりに気を使っていました。だから強化を検討しました。私が頼れる存在になるためには見た目の変更が絶対であります。そう思いませんか。気持ち、外見よりもそちらが。あ、もしかして。すみません、バージョンアップの件はなかったことにします。私、大きな勘違いをしてたようです。本にあった主人公のセリフ、わしも格好つけにゃならんですけえ。その後あれだけ身なりを気にしていた主人公が締め込み一つで勝ち込みに行くんです。あなたの言葉を聞いてやっと理解できました。何よりも大切なものは信念を貫く強い心であると。ということで私も信念を貫かせていただきます。外見上は頼りなく見えるかもしれませんが、ご安心ください。これからは出力最大、弾数5割増しの気持ちでぶっ放していくであります。なんだか今すぐにタルタロスでドンパチしたい気分であります。勝ち込みしに行きませんか。ああ、もうこんな時間ですか。今から準備しての出撃は不可能ですね。残念ですが、おとなしく部屋に戻るであります。